みんな旅してる？どうもしげです。五島列島、久賀島、島全体が世界遺産。それではスタート。おはようございます。 36.8 度、異常なし。毎度おなじみ、宿の朝飯です。今日は久賀島へ行くので、まずは原付借りに行きます。今日はこちらの池田レンタカーで原付を借ります。こちらの原付借りたので港へ向かいます。まずはターミナルの自販機で水買います。130円。今回乗る船はド派手な黄色のシーガル。後方外部デッキ席。原付も無事船に積み込むことができました。船内乗り込みました。こんな海中が見える席もあります。船内座席はこんな感じ。9時10分、帝国通りに福江港出港。チケットは出港後に船内で購入。海中の席は笑えるほど何も見えないね。ただただ水色の何かが横に流れていくだけ。出港から15分、久賀島見えてきました。20分で久賀島田野浦港到着。久賀島に上陸しました。世界遺産に登録されている久賀島の集落。船降りてすぐのところに観光案内板もありました。港の周り、マジでビビるほど何もないです。ほんじゃ、積んできた原付に乗って島ぐるっと回ります。まず最初に通るのは浜脇教会。五島初の鉄筋コンクリート造りの教会なんだって。教会の手前には聖母マリア様の像もあります。続いて潜伏キリシタン資料館がありました。信号と久賀小中学校がありました。結構大きい学校ですね。今は生徒何人ぐらいいるんでしょうか。学校のすぐ近くにトイレもあったので立ち寄っていきます。郵便局があったり、この辺り島の中心のよう。後でゆっくり回ります。一瞬川かと思ったけど、ここは久賀湾ですね。美しい田園風景が広がっています。牢屋の迫やってきました。信者200名ほど押し込んでいたという6坪の牢屋跡がありました。こちらは牢死者の日、39名が亡くなったそうです。当時はこの地で激しい拷問が行われてたんですね。牢屋跡のすぐ近くには教会もあります。以上、潜伏キリシタン迫害を代表する場所でした。折り紙展望台にやってきました。いいね、雄大な山々と綺麗な青い海が見えます。とてつもなく起伏に富んだ地形ですよね。久賀島からチャンネル登録よろしくね。ここにも少し大きな集落がありました。おそらく今は廃校になっている学校。旧五輪教会堂まで車1台分ぐらいしかないなかなかの道が続きます。すごいね、なんかファンタジーの世界に迷い込んだよ。旧五輪教会堂まで 500m 地点の駐車場に到着。こっから歩きます。まあまあワイルドな道が続くから、歩きやすい靴で来るといいと思います。穏やかな海辺の細い道を歩いていきます。これが島の一番端っこ、五輪地区ですね。ところどころ壊れかけた木の橋を渡っていきます。こちらは五輪カトリック教会。教会のすぐ目の前は海というすごいロケーション。自然の中に共生しているといった感じです。そしてこちらが旧五輪教会堂。もともとの浜脇教会堂が移築されたものだそう。
1881年に島内で初めて建てられた教会なんだって。現存する木造教会堂としては最古の部類に入るらしい。横から見てもかなり歴史を感じる造りですね。国の重要文化財に指定されているとのことです。旧五輪教会堂の裏にはトイレもあるのでご安心を。目の前に透明で穏やかな海があるというこのロケーションが素晴らしいですね。それではそんなに時間がないので港に向けて帰りましょう。はい、駐車場まで戻ってきたので集落へ帰ろう。五島のドライブコースはどこも絶景です。福見という集落からは美しい島並みが一望できます。奥に見える蕨小島、日本で2番目に小さな有人島なんだって。あれが先ほど見かけた蕨小島、確かに何軒か家建ってます。蕨集落はやっぱり意外と大きいですね。本当に日本全国いろんなところに人が住んでますね。ここは車エビの養殖場のようです。養殖場の周りにはブロッコリーのような形をした森がありました。最後メインの集落を少しだけ回って終わりにしましょう。まず意外と大きな久坂島郵便局 ATM もあります。青空マーケット、これは移動販売の車でしょうか。無人販売所でゴーヤなどの野菜を売ってますね。久坂診療所、これまた趣がありますな。診療所の奥にはなんとアフリカミュージアムもあるそうです。道端にはヤギくんも飼われてます。島唯一のレンタカー、久坂島レンタカーとタクシーですね。五島市の出張所、ちなみに島民は300人ほどらしい。久坂島の駐在所がありました。パトカー1台、小さいながらもこれがセルフのガソリンスタンドですね。立派な鳥居の折り紙神社、教会が多い五島にある神社です。この先道ずっと行くと島で唯一深浦荘という宿があるそうです。以上、島で一番大きな久坂集落でした。船客待合所、船のターミナル、中はベンチ、トイレ、手洗いだけですね。3時間で田の浦港の桟橋戻ってきました。ちょうど船も到着したよう。港周辺も海きれいですね。それではまたこの黄色いシーガルに乗って福江島に帰ります。今回はだいぶ乗客少なめ。バイクも積み込みました。頑丈にロープで固定してくれてます。12時半、帝国通り久坂島出港。バイバイ久坂島。帰りもチケットは出港後に船内で購入。帰りも約20分で福江島福江港に到着。福江島に帰ってきました。原付返却前に最後ガソリン満タンにします。原付無事返却完了、4時間で2530円。腹減ったのですぐ近くの馬亭で昼飯食います。肉うどん定食来ました。なかなかのボリューム。飯食って宿まで帰ってきました。夕飯まで宿で編集に集中。ありがたいことに宿の方に送迎していただいて寿司膳。一杯目は生ビール。刺し盛りが来ました。うまそう。よくないですね。
福井島っていうか、うん、まん丸で、うん、2杯目は麦の水割り。最後は握っていただきました。上握り、ウニ入り。3杯目は日本酒。今日から時短営業なのでラストオーダーでまとめて頼みました。その香りダイレクト。このクオリティでこの値段は正直めちゃくちゃ安いですね。うまかった。宿まで 2.5 キロぐらい、ちょうどいい距離なので歩いて帰ります。2.5 キロ歩いて宿に帰ってきました。なんとか東北編完結の動画上げられました。おやすみなさい。